はいどうも、カッパ委員長です。じゃあね、この動画では、いかにこの反日、坪移民党が、壺だけじゃなく、仏壇でもあったかっていう、そういうね、えー、お話を見ていきましょうかね。この岸田さんが、ほら、弔問にね、この創価学会の本部を訪れたじゃないですか。ね、うん。何しに行ったのかってことなんですけども、まあ、間違いなく弔問なんですよね。亡くなったね、池田大作さんのね。うん。で、 えまあ宗教法人ね宗教法、特定の宗教法人、しかも創価学会のね本部関連施設を訪れて、この原田会長とか、池田さんのこの遺族らと面会をしたって、さらっと、さらっと書いてあるんですけど、これはだめですよね。ううんもう日本の,ねあの政教分離なんてものは、ただのセリフうん そもそも政権与党自公からして、ね、それを思いっきりもう,なんかもう無視してるんで、うん、えだって創価学会は、ね、自民党が連立を組む公明党の支持母体っていうか本体だろまさに、うんね、そもそも公明党なんてものが存在してること自体が政教分離の原理原則から思いっきりこの、ね、外れてるわけだからさ、ね、そことつるんでる時点でもう分かってたことですけども。 まあ改めてですけどね、うんまあ、知ってたからじゃあいいやとはならないんでね、うん、これはダメですよ、普通にアウトでしょうん。まあ、どうやら僕のこのチャンネル動画にもね、うん、人が亡くなってるのにうんぬんかんぬんっていうことを盾に、あとこのね、えー、なんかこの、いや、そもそもがね、この正体分かってるわけじゃないですか。ねうん もう池田大作っていう人がね、どういうつもりで、ね、何を考えて、ね、こういう団体をこの立ち上げて、ね、日本で何を仕掛けてきているのかっていう、そういうことですよ。え、それが分かってたら、ね、弔問に訪れるも何もないじゃないですか。れ、半島カルトばわりしないでくださいって、なんかそういうコメントくれた人もいたんですよね。うん、じゃあ何ですかね。 反日売国勢ね日本破壊活動団体を立ち上げた、ね、日本破壊活動家、ね、半島カルト由来の日本破壊活動家って言っとけばいいですかうんでね、えー、その言い訳を今、まあ、自民党が始めるわけですよ。えー、と首相名義で宗教指導者に弔、ね、意、弔意、ね、令和、ね、今までそんなことしたことはあるのかと。うん でそのに対してね、このなんか松野官房長官は、えー、過去、ローマ教皇に行ったからもう池田大作さんを、ね、ローマ教皇と同列に見てるるていう自民党はそういう判断ってことですよね。すげえな。まあ、かといってローマ教皇がね、代々、そんな、ね、すげえご立派な方だったのかてっ言ったらまたそれは別な話になりますけども。 えーっと池田大作さんへの,この首相名義でのこの弔意、ね、官房長官は個人として哀悼の意をしょ、えー、表した、示したものだっていうね、うん。おん屋それだったらさ、同じ理屈でさ、ねえー、政府代表として総理大臣としてじゃなく、個人として、ね、靖国に参拝したっていいじゃないですか。んなんで池田大作さんのこのね弔問には訪れて。 総理としてではなく、個人として哀悼の意を示した。なんていうね、うん。なんこのお弁ちゃらというか、ね、脳書き垂れながら、うん。安国にはなんで行かないんですかね。だかそういうとこなんだよな、うん。なもうこういうとこでもやっぱりわかるじゃないですか。ね、こいつはやっぱり結局日本のことなんてな、これっぽっちも考えてないんですよ。うん。ね、カニになりすらすれ、カ、ね、ニになればいいんですよ。 私服、ね、をやすことができればそれでいいんですよ。ね、そのために日本をこの売り飛ばそうが、ね、分断させようが、混乱させようが、なんとも思ってないやつらだっていうのは、こういうことこでもよくわかるじゃないですか。え池田大作さん、ね、創価学会、池田大作さんなのか、ねうん、英霊が眠る、ね、祀られている、ね、靖国神社、ね。本来だったら比べるのもどうかっていうレベルですけども。 ここでもこうやって差が出てるわけですよね。うん。だから何考えてる、どういう輩からなのかっていうのはよく分かりますよね。確実に日本に背向けて、あるいは日本に唾吐いてって、そういう輩からですよね。だってそういう輩からに弔問に訪れてるわけですから、当然そうなるよな。うん。あげくローマ教皇なんてもう名前まで引っ張り出してきやがって、無責任もいいとこだよな。うん。あくまでも個人としてだ。ね。うん。なんかこの念を押してるらしくてね。 まあ、多分しつこく聞かれたんでしょうね。うん。せえよって話ですよ。<laughs> じゃあ、個人で安国に行けよ。うん。とっとと。まあ、こんな人にね、来てもらいたくないかもしれないですけども。安国にね、祭られてる方々もね。うん。で、今度は萩生田さん。えー、創価学会の池田大作詞の指揮を念頭に、大変な時だが力を合わせて一緒に頑張っていきたい。もうこいつらアウトだな。 自民、うん、丸ごとアウトだよ、お前ら、本当、もう完全にただの半島カルトそのものだ、てめえたちは、何言ってんだ、こいつら、本当、マジで、<laughs> すげえな、もう正体隠す必要がないんだろうな、うんで、当然これね、例えばこのフィーフィーさんもこのツッコミ入れるわけですよね、うん、まあ、なんかね、この萩生田さんが金沢市で講演したんだって、公明党との結束を強調だって、うん。 もう壺でもあるし、仏壇でもあると。だからもう選挙に勝てれば、もうどこの誰と手を組んでもいいと。勝ちはいいんだと。議員で居続けることができればね、反日売国税だろうが、半島カルト税だろうが何でもいいと。うん。とにかく勝ちはいいんだって要はそういうことだろ、てめえたちは。うん。まあ、覚えとけよ、ふざけやがって。えー、創価学会の池田大作名誉会長の指教を念頭にってさっき言った通りですよね。 自民党はさ、もう完全にこのもう解体させないと終了させないとダメだな、これは本当に。うん。いやもう石原さんが言った通りなんてね、まあ確かにその通りなんですけども、もうそれ通り越して、ね、うん。もう今更もう引くに引けないからね、開き直ってるのかなんだか知らないけどさ、うん。いやもうこいつらはもう完全に日本の敵ですね。うん。完全に坪移民党だから、もうなんだろうね。 前も言った通り、り、ね、創価学会が頂点にあって、その下に公明党があって、ね、その下に、えー、壺があって、だいぶあいてその下に、だからもう一番下、ね、だもうあの指導者層のヒエラルキーの一番底辺に自民党がいるんだよ。うん。だからこんなやつらに任せといて、ね、日本がよくなるわけがねえよ。うん。だ結局選挙のためだろ。ねえ。 うん、ね、壺といい、ね、統一教会といい、ね、創価学会といい、創価公明といい、ね、ことごとくじゃん、半島カルト、ね、反日国家の、ね、反日野郎が立ち上げた、ね、反日カルト、半島カルトですよ、反日、日本破壊活動団体ですよ、宗教を装った、うん、もうそいつらの力を借りないと、ね、議員になれない、もうそんなやつ議員やめちゃまえよ、とっととバッチ外して。 ああ国会議員なんか語る資格ねえよ、てめえたちには、どいつもこいつも。さっさとやめろやめろ、どいつもこいつもやめちまえ、うん。ふざけやがってよ。ではさっきなんかこの僕のチャンネル動画、こんなところにもね、えー、のこのこ現れて、まあ、学会信者なのか何だか知らないですけども、ねとんでもない話だと。そもそも正体分かっててめえたち言ってんのかと。日本の敵だぞと。うん でねまあ、確かにその人たちも同じようなことを言ってました。でこの,あの大王政紙の,、ね、の元会長の,この井川さんいますよね。えー、池田先生は、ね、文化人、えー、海外から多数の名誉称号を受けている、ね、安倍総理でもお悔やみに出していたはず、えーまあ、そんなようなことを僕のチャンネル動画にもコメントしていた人いました。うん、でそれに対してす、ね、べ、ね、て大金を寄付したらくれる賞だぞと、そんなことも知らねえのかと。 信者から集めた金を己のえ、えー、栄誉心を、ね、満たすためにばらまいて、えー、信者もかわいそうにとかね、全くそのとおりですよね、うん、そもそもね、ね何を考えて、ね、どういうつもりで立ち上げた、どういう団体の、ね、どういう集団率いた、どういう輩か,かっていうのを分かってたら、ねうん、ありがたがってね、うん、偉大な足跡をなんてようこけるよなって思いますけどね、普通に。うん ただまあ、広く日本社会、だからなんかもう、もっとこの、そうだな、この宗教に対する、なんかこの扱いも、うん、だから犯罪に対する、このなんか、この緩いのと一緒で、ここもやっぱりもう一回ちょっと考え直した方がいいんじゃないですかね。うん、憲法改正のタイミングで。うん。結局、この逆手にとっていいように、うん、なんか日本にく、日本をこの、なんていうのかな、分断させ、混乱させ、この崩壊させる、うん、そのために、この都合よく、 信、うん、教の自由ってやつですかね。うん、この辺も、ね、ただただなんか自由とか権利とかっていうのはなんかやっぱ違うと思いますよね。うん、制限かけてしか、えー、るべきですよ、やっぱり、うん。って僕は思いますけどね。えー、今回は以上です。